なんか必死でした常にそんな気がします。はい、まとめてしまえば大体同じさ、始まって終わって、確か叫んだり泣いたりしたかなと思うんですけど、なんかすごく体当たりで全力でやって、いろんなステージをこうクロスシート一緒に登ってきたというか、この8年が良かったなと思う。大変だったことも含めて頑張ろうっていう前向きな気持ちです。8年と聞くとすごい長い時間のように思うんですけど、あっという間だったような気もしていて、なんかこうその時その時の自分をこう等身大でこうクロスシーのコマーシャルで映していただいてきたんだなってすごくなんか感慨深くなってしまって、初め決まった時は多分25とかだったんですよ。でこう学生が終わってで、こう社会人になって何年目かで、こうすごくなんかこれから仕事一本で頑張るぞっていうがむしゃらな時代から始まり、でそれからだんだん仕事が余裕ができてきて楽しくなってきたなっていう時代もこのクロスシーと一緒にいて、でそれから結婚もして、で家庭と仕事の両立って大変なんだなってもがいてた時代もクロスシーと一緒にいて、すごくこう一人の人間としてもいろんなステージをこうクロスシーと一緒にこう登ってきたというか、生きてきたんだなっていうことをまず感じて、コンテにあった今までいろいろあったな、でも今の自分が一番いいなっていうそのメッセージがまさに自分の現在の状況だったというか、その時その時一生懸命頑張ってきて大変な時もあったけど、今があるなって、今が一番いいなって思えたし、なんかこうずっと本当に時計って時間を確認するためだけじゃなくて、こう一つ選ぶとずっと一緒に、なんて言うんでしょう、歩んできてくれるというか、そういう味方でいてくれたり、こうそばにいるのが安心とか当たり前っていう感じの存在だったなとか考えながら、でもやっぱり今まで8年間その時その時の自分をありのままに映してきたように、今日も自然にやっぱり今の状態をこうありのままに映したいっていう、なんかそんな気持ちがあって、あまり深く考えすぎずにやろうって思いました。8年続くと思わなかったけど、8年やれてきて嬉しいっていう気持ちと、まずは最初の1本目はすごく印象に残ってて、なんかこう頑張るぞっていう気持ちと、絶対コマーシャルにしたいなって思ってたそのなんか気合と、なんか若かったなっていうか、すごく仕事にこう一生懸命でがむしゃらだった時の感じがすごく思い出されて、海に行ったり確か叫んだり泣いたりしたかなと思うんですけど、なんかすごく体当たりで全力でやって、なんかこういいものになったなと思いますし、でもなんかこの作品がっていうよりも、作品を見ると、あ、この時自分こういう状況だったなっていうのがこう一緒にこう思い返されるので、なんかどれも大切で、こう決められないっていう感じですけど、変わり続けてきたような気もしていて、あの女性ってみんな誰しもそうだと思うんですけど、常にこう取捨選択を迫られる生き物といいますか、お仕事してる人にはお仕事してる悩みもあるし、こう家庭で主婦だったりとか母親として頑張ってらっしゃる方にも悩みがあったりとか、なんかその時その時 の, その年齢なりの今度は悩みがあったりとか、なんかこう
常に戦っているし、常にこう選択を迫られているし、常にこう一生懸命がむしゃらに生きているのが女性という生き物なのかなっていうのを私はこの8年間ですごく感じてきて、すごく無敵で私はバリバリ働くんだみたいな時期もあったし、なんかこのままでいいんだろうかみたいな時期もあったり、もういろんな繰り返しの8年間だったんですけど、一つ思うのはなんかその時その時で自分は違っているし、考え方とか価値観とか状況も全然違うけれども、いつも一生懸命にその今という瞬間を生きてきたなっていうことには一貫して変わりがなかった8年だったなっていう気はしていて、これまで変わり続けてきたように今後も変わっていってもいいと思っていて、自信がないなと思ったり、これでいいんだと思ったり、でもやっぱりどうなんだろうってこう立ち止まる瞬間があったりしながら、今後も変わっていきながら一生懸命生きていきたいというふうには思ってますね。期待しているのはやっぱりいろんな経験を積むことで、こう人として自分が成長していければ、自分のお仕事だったりとか、こうやってたくさんの方にこう伝える仕事なので、こう自分にフィードバックがあって、またたくさんの方の勇気だったりとか希望になれる可能性が自分の存在はあるので、何か一ついい化学反応が起きてくれるのではないかなという期待はしてるんですけど、でも、未知なのでまた来年とか再来年とかご一緒する機会があって、私が何と話してるかっていうのは本当にその時になってみないとわからないなと思うんですけど、でも本当に今までこの8年が良かったなと思うので、その大変だったことも含めてきっとこれで良かったんだと思えるような生き方をしたい、頑張ろうっていう今は、前向きな気持ちです、はい、ありがとうございます。開けていいんですね。OK だぞ。は、あれ今日つけてたのと全く同じですよね。かわいい、いい色。刻印が、わあ、これ見えるのかな、見せにくい、後で撮ってください。すごいかわいい。これまで私にとってクロスシーっていうのが、こうただこう時間を見るとかじゃなくて、こうずっとこうそばにあって一緒に時を刻んできて、なんか辛い時も一緒に戦ってきたし、いい時も一緒に時を刻んできたみたいな、何かパートナーみたいな存在で、こう体の一部みたいなところがあったので、せっかく2行入れられるので、もうちょっとこう頑張れとか挑戦し続けろみたいな、なんかもうちょっと文章でもいいかなとも一瞬考えはしたんですけど、でもやっぱり自分の名前北川景子としてクロスシートずっと8年間携わってきたので、名前にしようと思いまして、あとやっぱオンリーワンだから自分だけの時計、オリジナルの時計になるっていうことで、誕生月の、夏なのでひまわりがすごい小さい頃から好きだし、ひまわりのモチーフにして、あとやっぱ2020年っていうことがすごくなんか良くも悪くもというか、本当にいろんなことがあって印象深い年になったので、後々振り返ってみても、あの年ってすごく記憶に残る年だったなっていう年になる気がしたので、この2020年をきっかけに2021年からどういうふうに自分が、日本が、世界がこう立ち上がっていくのかっていうことをすごくみんな課題として向き合った年でもあったと思うので、ある意味転機として大切な年にしたいっていう、そういう思いも込め2020というふうに刻みました。
特別な感じがすると思うので、もちろん一生ものの確かな時計だと思うので、買う時にずっと大切にするぞってみんな思って買うとは思うんですけど、やっぱり名前だったりとか自分にだけの何だろう格言というか、そういうのをこう刻めたりとかモチーフが刻めたりすると、なんか特別な感じがしてオンリーワンだし、買う時によりちょっとワクワク感があるから、皆さんにもぜひ刻んでいただきたいなと思います。新しい時間をスタートする女性たちへというエールを込めた今回はコマーシャルになりました。私もこれまで新しいステージに進む時や新しい時間を始める時ってすごく不安があったりとか、大丈夫なのかなって思いながら、いつも一生懸命だった気がするんですけれども、でもきっとこのクロスシーのコマーシャルを見てらっしゃる皆さんも同じようにこうもがきながら頑張っていらっしゃるんだろうなって思うと、すごくエールを逆にいただいてきた8年間だったような気もしています。全国の女性の皆さんが頑張ってるんだから私も頑張らなきゃっていう気持ちでこれまで時を刻んでくることができました。私もそんな女性たちに一緒に頑張りましょうというようなこうエールを送れるような存在として、これからも頑張っていきたいと思っていますので、皆さんもぜひ一緒にいい時を刻んでいきましょう。北川景子でした。